松の実は、ピノレン酸を豊富に含む。ピノレン酸は、不法和脂肪酸の一つ。シベリア松朝鮮ご用その他の松属の種子に含まれる。ピノレン酸含有量が、最も高いのは、シベリア松の松の実及びそれらから作られる松の実油である。ショートハンドでシグネーションでは、オールシスマイナス5、9、12から18、3と表される。 コルンビン酸と呼ばれることもあるが、これは、生物学の文脈では、シストラン水生体であるトランスクリープション、シス、シスマイナス5、9、12から18、3を表すこともある。ピノレン酸は、オメガマイナス6脂肪酸であるガンマリノレン酸の異生体である。ピノレン酸は必須脂肪酸ではないが、シクロオキシゲナーゼ、またはリポキシゲナーゼによって、生理活性を持つ。 代謝物に変換され、必須脂肪酸欠乏症の一部の症状を和らげることができる。近年の研究で、コレシストキニンや GLP-1 などの食欲、減体物質の酸性を促進することによる、食欲減体効果が見出された。また、肝臓の LDL 取り込みを促進することで、悪玉コレステロールの濃度を低下させる作用を持つ。ありがとうございます。